芦屋を舞台に熱戦激戦に沸いた G1 第70回九州地区選手権競争、いよいよラストバトル、九州の王者に輝くのは誰か。1号艇峰竜太、2号艇西山隆弘、3号艇中谷隼人、4号艇篠崎元志、5号艇佐藤海幸、6号艇新海渡る、以上のメンバーです。一番内側は1号艇峰竜太、エースモーターで快進撃、芦屋を愛し芦屋に愛される峰、しっかりとこの優勝戦もインへと入ります。そして2コース2号艇西山隆弘、地元の G1 譲れません。バチバチと闘志メラメラ、トークも船足も絶好調、2コース戦。3コースは3号艇中谷隼人、初日の連勝から追い風吹いてます。角4コース4号艇篠崎元志、気力をテクでカバーし上り詰めてきました。さあそして5コースは G1 初 V へ一発かけ、5号艇佐藤海幸、大外は6号艇新海渡る、デビューに初一着、初優勝とすべてここ芦屋、大好きな芦屋の G1 もちろん狙っています。内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、内の手が若干スタート。さあ1幕の攻防戦、逃げる1号艇の峰竜太、2号艇の西山が差していく、3号艇中谷ちょっとボート暴れた、最内は4号艇篠崎、1号艇の峰が寄せつけませんでした。スタートは前提正常でした。先頭1号艇峰、4号艇篠崎2番手、3番手は6番5番平蔵から2マーク、トップで1号艇の峰竜太、4号艇の篠崎元志が2番手、その後ろ3番手は6号艇新海渡ると5号艇の佐藤海幸が競って、レースは2周目と入りました。トップ構想1号艇峰竜太です。2周1幕から向正面、2番手は4号艇の篠崎元志、3番手の争い握って回る6号艇の新海、内側から5号艇の佐藤か、リードを奪うのは6号艇の新海渡る、内側から粘っている5号艇の佐藤海幸、2周2マークへと移っていきます。前の2人1番4番折り返した後、さあ3番手6号艇の新海渡るが回り、内を狙う5号艇の佐藤かとホーム側、前にいるのは6号艇の新海、僅差の4番手に5号艇佐藤か、さらに後ろは3号艇の中谷、2号艇西山となっています。最後のバック先頭で抜ける1号艇の峰竜太、芦屋を愛し芦屋に愛される峰、エースモーター完璧に乗りこなし芦屋の水面ブンブン駆け回ります。2番手が4号艇篠崎、その後ろ3番手は6号艇の新海が守った状態も、僅差に5号艇佐藤家で最終コーナー、先頭は1号艇峰竜太、当地の G1 はこれで6度目の制覇、自身通算は102回目となるシリーズの頂点、146の上位体系で折り返し間もなくゴール、先頭1番峰優勝のゴールイン、ガッツポーズおめでとう、4番篠崎ゴールイン、6番新海、5番佐藤か、そして3番中谷、2番西山の順でゴールイン、以上優勝戦前提ゴールインしました。